さあ今回のウザチャンネルですね、神楽坂ですね。神楽坂のですね、今すごい人気のあるピザ屋、400度 C ピザ東京つって岡山で日本一のピザに輝いたというね、そんなピザがありまして、私本当にピザが好きでいろんなとこ回ってるんですけど、この辺だけど、あれビルが違うかな、あれこの辺だったと思うんだけどな、また悩んじゃったな、ビルの中かな。というわけで今回はピザをお送りしたいんですけど、ちょっと迷ってます。この辺かな、これっぽいな、あれ端っこにあるのはピザかな、あれピザかもしれないな。あ、地図で行ったら結構ありだぞ。あ、これだ、予約制になっていて、ここです、ここです、これです、これです、400度 C。 おお、岡山で大人気の店なんです。これ来たかったんだ。なんか話に聞いたら自己流だったらしいんですよね。だからピザ窯があるわけじゃなくて、そういう窯で焼いて、でもともとピザっていうのはまだ何回も言ってますけど、冷蔵庫に余ってるものを小麦粉にこねた上に乗っけて、船乗りさんのお弁当だから、まあ、正式に言ったら正しいんですよね。何乗っけようが、どんな生地だろうが、楽しみだな。あ、なんか美味しそう。うざ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 、ちょっと早いけどいいのかな。いいですか、ちょっと早いけど、うざチャンネル回してもいい、はい、いいですか、すいません。わ、いい雰囲気、なんか空間いいですね。いや本当に嬉しいです。自己流なんですか、ピザ、ピザ自己流なんですか。そうです、そうです、ピザ自己流。それがすごくないですか、自己流の、はい、マスターが一、そんな日本、すごいですよ。違う違う、俺それって間違ってないですよ。ピザってもともとは船乗りのお弁当だから、はい、前見ながらね、何でもいいんだから乗っけて、はい、食べればいいって言うんだから、はい、いや、よかったですね、ありがとうございます。いろんな僕の知ってるフーディーがここに来てうまいからって、なんか、はい、6人ぐらいに勧められました。おお、嬉しい。すごいですね、楽しみです。ありがとうございます。おお、楽しみ。このスパークリングワイン、はい、で水牛のモッツァレラチーズオアアルファってやつ、はい、それとこれはイノシシのソーセージサルシッチャ、イノシシサルシッチャで、それでなんか他に食べるものなんか、トリッパ、トリッパを食べて、マルゲリータなんだけど、はい、あっち食べます、こっち DOC の方、はい、で FNT のオリジナルブルーチーズソースマスカルポーネ、はい、蜂蜜、これを締めて食べる、はい、って感じですか。もし足りなかったらまた言えばいいですね。ありがとうございます。ドキドキする。じゃあ、お待たせしました。今日は下にはスペイン産の生ハムを添えてます。お、スペイン産の生ハムですね。やっぱイタリアはダメだから。いや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 、食べますよ。見てください、見てください。これ。いただきます。うん、うん、うわ、水牛のモッツァレラがね、おいしい。うん、うん、おいしい。冷製のトリッパになります。ありがとうございます。中にほうれん草とキノコはマッシュルームとセップという竹を少しだけ入ってます。セップだけ、はい、6月で帰っちゃうんですよ。そうです、そうです、フランスのやつなんですけど、はい、あー、すごいわ。トリッパ好きなんだよな、どこでもトリッパ頼んじゃうんだよな。うん、なんかフレッシュ、
あ、キノコも美味しい。セップだけ本格的なイタリアンって言うじゃん。本当にうん、家庭的な感じで美味しい。ピザ屋さんでピザだけ食べるのは寂しいんだよな。イノシシの、あ、イノシシサルシッチャ、下にはラタトゥイユを添えてます。あ、嬉しいね。なんかイタリアンでもフレンチも混じってるような。サルシッチャとはソーセージのことを言うのである。イノシシソーセージうん、おいしい。レンスで食いたくなるな。桃豚イノシシ焼き肉なんかあったな、うん、ラタティーユが甘めで美味しい。ソーセージの塩味とこのラタティーユの甘みが、うん、うわ、思ったよりうまい。うわ、美味しいわ。ピザが楽しみだ。水牛ミルクマルゲリータ。それだ、この生地がなんか独特でなんか嬉しいな。いただきます。うわ、熱っ。すげえ湯気出てる。うわ、これすごい。裏側の焦げも最高。うわ、うまい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 。うわ、これは美味しいわ。生地も軽い。おいしい。大将おいしい。バッチリですわ。これはピザ評論家とかいろんな人もおいしかったと思うわ。生地が独特ですね。そうですね。とはやっぱ違うことがやりたいとか。ね、軽さが独特で、しかもでもちゃんとこう火が入ってて、おいしいです。でもこのチーズの分厚い真ん中辺食べて、俺が一番幸せなんだよな。うん、これはうまっ。生きててよかった。あー、これまた来よう。次来るチーズのピザの美味しい食べ方、全体に蜂蜜をかけ、ピザをカットして4等分から6等分、クリームチーズソースはとても柔らかくセッティングしている。流れ落ちるのでスプーンですくってピザの上に乗せて、お皿に余ったソースはピザの縁で拭ってお召し上がりください。なるほど。じゃあ、エフィネティ、お待たせしました。きたー。うわ、最高。やばいよ。大人のエクトプラズムを見るかな。持ってるのも熱いよ。いただきます。うまっ。うん、おいしい。重くない、クリーミー。うわ、これはやっちゃうな。うん、すいません、きれいに食べたくても無理です。チーズの沼なんだもん。
うまっ。結構軽い。うわこれ暑い日いいな。サンキューチーズ。幸せ。なくなっちゃうのが寂しい。いただきます。チーズのこのめちゃくちゃ美味しいです。本当に美味しいです。やっぱ時間を止まれっていうビジネスです。これこの口に入れた時間止まってほしい。なんか流れていくのがもったいない。ずっといてほしくなっちゃう。たまんないですわ。いやこれ重たいかなと思ったブルーチーズが全然違いますね。全然美味しいです。いやもう美味しい。うわ幸せの時間です。ここうまい。想像よりうまかった。サンキューチーズ。幸せ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。